震災前後処理交際とは、関東大震災後の復興事業のために発行された一連の内国債外債のこと。1923年9月1日の関東大震災を受けて、第2次山本内閣は、復興事業のために必要な財源確保のために、震災前後交際法を制定して、同年12月24日に交付された。当初は、 発行条件を4億6850万円としていたが、翌1924年7月になって、復興事業以外の震災救援策にも充てるために、上限が10億7300万円に引き上げられた。同法に基づいて、震災前後交際1億7700万円、並びに五分離国庫再建2418万円が出された。ところが、 第一次世界大戦後の不況と震災そのものの日本経済に対する打撃によって多額の国際消化は困難であり、さらに折しも20年前の日露戦争の際に戦費調達のために二度にわたって発行された外災の召喚期限が迫っていた。そのため第二次山本内閣の井上淳之助大蔵大臣は大蔵省中英財務官森健吾に命じて 外債発行のために、欧米銀行団との交渉を命じた。1924年2月、森は、ニューヨークで6分半利付米価交際1億5000万ドル、及びロンドンで6分利付英価交際2500万ポンド、日本円に換算して、総額5億4500万円分の外債発行の合意を取り付けたのである。ところが、震災の影響によって、 日本の対外的な信用が揺らぎ、また、欧米銀行団の強気な対応もあって、日本が文明国と認められていなかった。明治初期以来の高い利子を求められ、なおかつ銀行側の手数料の引かれると、日本側には約4億6600万円の手取りしか入らないものであった。しかも、前日の外債召喚にその多くが回されたために、実際に、 震災復興に回されたのは一億円弱と、五大国と称せられていた日本にとっては著しく、不利な発行条件を強要されたことから、国辱交際との非難を受けた。なお、この外債発行に関してはこれまでにない特徴が見られた。それまでの日本の外債は、ロンドンを中心とした国際金融市場で募集が行われていたが、今回はニューヨークでの米化交際の方が、 募集額が多く、第一次世界大戦後の国際金融市場の主役が、ロンドンからニューヨークに移ったことを示す、象徴的な事件となった。また、アメリカ国内における発行引受人として、クーンローブ紹介に代わって、新興のモルガン紹介が登場したという点においても、特徴的な出来事であった。1九百五年三月十六日と十一月十五日に二度に、 渡って発行された4分半率経過交際のこと。ありがとうございます。